オス、日進月歩、塩田正宏です。アンカイのジョン・ロバートです。ロバート先生、今日はどんなお話をしていただけるんですか？今日はですね、まあ、とりあえずみんながネックとなる感じる部分ありますよね、はい、例えば肩とか、まあ、呼吸法ありますよね。だいたい初心者ってじゃあ握られた時に肩が詰まったりとかありません、うん、そうですね、重さを感じる時は肘が、ね、重かったり、うんうん、肩が重かったり、うん、よくありますよね。僕も海外とか行って、うん、まずそれをだいたい僕が何分でそれを改善するのかな。5分。あ、5分で5分。え、素人の人が5分で、うん、その悩みが解決できちゃうってことですか、うん、できるできる。できるで、だいたいその5分の中の4分が説明、はい、説明だから。じゃあ実質1分でね、再起上げ、段階で言うと上げてみたいなことが簡単にできちゃうってことですか、ね、まあ、全部ができるわけじゃないけど、肩を、が力まないっていうことを改善することで。ああ、うん、そんな簡単な方法があるんですね。ありますね。で、ちょっとやりながら説明しますけど、はい、前面。ね。前面が大切なんですよ。はい、この後ろではなくて前面が重要なんですね。武道でよくね背面とか言うけど、まあそれも大切なんですが、はい、今日紹介したいと思いますのがその前面の使い方、前面の使い方を説明してくれると。そしたらぜひ道場でよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか肩とかね、よくブロックありますよね。まあ初心者の場合って、例えば呼吸上げるときにこうやってこうやったときに、はい、まあ、通常こう握ったら、うん、上げようとしたら、まあ初心者だった場合こうグッてこうやって詰まりますよ、ね、詰まりますね。武道でよく肩を上げる、肩を下げるって言ったらどっちですかね。あ、肩を下げた方が、下げた方がいいんですよね。でもなんか不思議にね、肩別に下げなくてもいけるんですよ。本当ですか？肩を上げるとね、なんかそう緊張が入るっていう、はい、ね、イメージがありますよね。ステファンもせっかく来てますので大きな方が白沢先生 も、はい、あの私どものグループともよく練習しているステファンさんです、うん、よろしくお願いします。日本語全然流暢な外人多いけどみんな英語、ね、日本語話してるちょっとステファンが僕の手を持って、うん、通常だったらこうやってこうやったらもう肩に力が入りますよね、はい、今手が震えるぐらいこうやったら、ね、肩がプルプルプルって、うん、めちゃくちゃ入ってますから、こうなってて実は背筋まで来てます、うん、でも不思議にこうこれを上げてでちょっと骨盤をかかとの方に来ました。こう足が浮いてます。でこの時って僕のこの腕をちょっと触っていただければ、うん、多分筋肉はどうですかね。ああ、さっきの力みはないですね。ないですよね、はい、全く柔らかい。でも肩は上がってますよね。この状態でまたこうやってこうやったら、そう上がるんですよ。ちょっとなんか不思議な感じ。そうですね、なんか肩上がっちゃうと腕力使っちゃいそうな感じですけど、せっかくなので塩田さんもちょっと体験。あ、はい、ステファンさんが握りますので、まあ純粋にいろいろやり方あると思うんですけど、上げようとしたら、うん、ね、二頭筋働いてこう上がらない、そう上がらないんですよね。じゃあ一回ステファンさんがこれを外していただいて、肩をグーってこうやって、僕ゾンビって呼んでますこれ、うん、ゾンビ、はい、でも肩を上げた状態、ちょっとこの骨盤をかかとの方に持っていきます、はい、そうそう足がちょっと浮きますよね。不安定、不安定、そうそう不安定だけど、これどうですかね、はい、あ、ここはやばい、ゆるゆる、はい、ゆる、はい、でこの状態でこれ、これで、そうこれで、これこうこう、これで、はい、上げてみて、ほらほらほら、ああ、そうそう、わかりました。でこれでじゃあステファンさんが変えたんじゃないか、インチキじゃないかって、ね、そう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 、そうじゃあもう一回握った状態でこれで今度調整してみませんか。普通だったらこれで上げようとしたら、うん、いや重いぶつかるけど、うん、さっきの調整をグーって上げてこうやったら、そうするとこうここテンションがなくなる、なくなります、そう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 、はい、それでもう一回上げてみてください。あ、なるほど、なるほど、そう、まあ相手もなんかどんな感じですか、ちなみに。あの何も感じなくなりますね。そうですね、なんか分か、あの受けの感じ分かります、うん、あのなんか持ってるところがないっていうか、うん、ね、何にもなくなっちゃってる、こっちも不安定だから、うん、最初ここ頼ってたのに、うん、なんかそれがなくなっちゃう感じですよね、うん、なるほど。でじゃあなんで、いや実はそこまで僕は分かんないですけどでもでもいやいや、でもね、人間のこの体は面白くって、でこれって例えば僕がこう押そうとしたら踏ん張りが入りますよね。そうですね、肩
腰の背中とかで動かない。でも面白いことにこの手のひらをこうやってしましたら、でここの手の下をくぐってこうやったら、今体の要はここのストレッチがこの前面に入るんですよ。前面に入るとステファン結構簡単に動くんですよ。で実はこのゾンビっていうのはこう上がった時にこれを上げると、ここにちょっとこうストレッチ、胸のところ胸骨のところが詰まってない状態になるんですよ。この本来はこの詰まってないストレッチをかけた、よく武道でこっから吊ったりとか言い方はいろいろあるんですけど、ここのストレッチをかけたい状態にしたいんですよ。それ一つ感じさせるために僕はこのゾンビっていうのをやってるんですよ。まずそれがどんなものなのか。だけど合気道の技はね、こうやってこう小手返しお願いしますとか言ってもできないので、まああくまでも一緒に練習する人が いれば、これは結構面白い実験なのでこれやってみてください。相手がちょっとこうやって踏ん張って、で必ずやるのがこの手のだいたいここ、うん、ここ当てる、ここで下にくぐるような感じ。そうするとこれは押しじゃないんですよ、はい、これだと押し、これだと引っ張り、ここの引っ張りがこの胸を通してちょうど丹田とかいろいろ入ってくるんですよ。そうするとこれはステファンのこの物体を、まあ、バイパスっていうか、ここの抵抗感がなくなって、で動かしやすい。で僕の状態今前に出ないんですよね。あ、僕受けてみていいですか。あ、いいですよ、いいです。なんか方向はでも同じでしたよね。同じ同じ同じ方向は同じなのに。そうで、例えばね、こうやったらここに今上体が傾いてて、ちょうどその後ろ足にぶつかってますよね。そうですね、後ろ足で耐えられますね。だけどこことここを接触して、うん、下からこうくぐってこうやるとどうですか、ね、あ、踏まれないんだ。そう、あ、踏まれない、踏まれない状態に、その合気道でね、僕たちがやってこう後ろ足に踏ん張れる方向じゃないですね、うん、多分僕たちの表現だとなんか丹田が沈むみたいな感じで表現をしたりする、あの多分違うかもしれないけども、受けた感じは同じ感じ、なんか潜られる、そう、感じがする。潜られる、そう、まさにいいこと、いいですよ潜られるな。だからね、後ろの意味ないんですよ。ここで今全部つながった形をしてるけども、ね、踏ん張れない。僕がこれ背中と肩ってよくわかりますね、ここで、うん、ゆっくり僕がこの状態をこうこうこうしてると、ゆっくりで、まあ、そう、どうやってそれを練習するのかっていうことですね。はい、教えてくださいでここからが月額なっちゃってそこも阿部田先生に聞いてますね阿部田先生と同じこと言える結構簡単なようでちょっと難しい説明させていただきますね。でこれは、実はすごい仲のいい友達で、 NASA で働いてる友達が阿久澤先生が実際に使ってる部分を分析して作ったところを。待って、 NASA の人がどうやって分析したんですか。でね、単刀直に言うとめちゃくちゃ頭が良くて、ボリ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 ポテチを食いながら達人の動き、阿久澤先生とか中国の武術達人とかいろいろ重なってるところだけを見て、何が同じなのかって分析して、で一つここであのこういうエクササイズっていうか作ったんですよ。まあ、また話が長くなるけど、要は僕じゃないんですよでもそれを紹介してください。でこれってダウンアウトって、ごめん、英語圏の人が作ったから英語圏のダウンとアウトってい う、 こうエクササイズなんですが、はい、ダウンとは形にはとしてはすごく簡単なんですよ。こうやってこうこうやってこう来て、うん、でここでお尻落としてこう上がるって簡単に見ますよね。今関節から曲がっても背中はもうピンってこうまっすぐなってます。まっすぐなってて、実はこれってなんでこれをやるのかっていうと、乗っかるの、そう、あ、軽くね、軽く、はい、なんでかっていうと正田先生のここの物体があるじゃないですか、うんうん、でこれも持ち上げるのって、そう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 、すごい大変、ね、この物体をまず下に押すんですよ、自分の足の中で、うん、そうすると下とこうやってこうアウト、下とアウト、下とアウト、そうするとどうかな、うん、こうやってこう上げようとしないっていう、うんうんうん、でこれでこう、そうするとこのお腹
と骨盤の中に入ってるから、うん、ここのお尻のところだけをこうふってこう落としたら、うん、こうやって上がるんですよ。分かるけどの中で難しい。これ伸びたところで繋がらないですね、なかなかこの姿勢で。普通だったらこれ重いウェイトをここでこう持って、うん、持ったら肩に来るじゃないですか。どうやってこれをやらないかって言ったら、はい、最初こうその動作だけを真似していただければ、そう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 、でここで上げようとしたら、そうここに来ちゃいますよね。来ちゃいます、来ちゃいます。オッケー、じゃあちょっとコーチングしながらね、まずはこう、ここの手のひらを返して体の近くにいます。でここに僕乗っけますので、できるだけこう反発しないのに自分の足の中に押し込むような感じ。そう、これが軽くなる。これを下に押しながら、下に押しながら下をくぐって、で同時にここで大切なのが、こうじゃなくて骨盤が後ろにも下がるんです。こうやってこうゆっくり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 、そうすると内転筋とかの方にも来る。きついよね。でちょっとお尻を、でここで障害物があるけど下にいるんですよ、ね、でここをちょっとお尻を落として、そう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 すると僕が持ってかれちゃうんですよ。骨盤の位置を変えただけなんです、ね、骨盤の位置を変えて、そうするとストレスが背中っていうよりここの前面に来るんです。ここを強化したいんですよ。ここは結構ね、強化するの難しいんですよ。みんな背中とかよく武道の中で、ね、こうやってこう背中を鍛えたりしようとするけど、はい、今のこう前面を鍛えるトレーニングですね。どっちか、まあ認識とか筋とか膜とかいろいろちょっとあるんだけど、まあ、簡単に言うと物を持った時にこれで持ち上げるんじゃなくて、ここの前面にストレッチをかけて、そうすると自分のこの、まあ、アーチっていうか内転筋とか足とかの方に流すっていうイメージ。こういう棒とかあれば、これも下に押しながらゆっくりと自分でこういう風に下に押してるんですよ。そうするとこの上の重みが僕の体と一体化して、これでそうするとストレッチがここがちょうど顎から胸からお腹から内転筋の方までストレッチがかかって、ストレッチがかかってるっていうことはここの、まあ、腕もそうですし、この上の重みが全部ここの中にかかってるんですよ、うん、背中ではなくて。でこれを持ち上げようとするときに、ただお尻をオンってこうやってこう持ってきて、そうするとお腹とか腰の中のいろんな深いところを、鍛錬することができる。僕たちってなんか背面をね、結構鍛えることしかやってないんですよ。いや確かに今前面が結構ストレッチされるような感じなんですけども、うん、それってどんな場面に使えるんですか？いや、いろんな場面使えるんですよ。例えばこう持っていただいて、うん、これだと今背面って分かります？前面の方を僕はこの顎を使ってここの前面の、今前面に来ました、うん、どうですかね。いや、なんかね、なくなっちゃうんだね。で、です、うん、だから力を吸収したいときにこの前面が働かないと、そう、なんか分かんない、背面が当たれてるか前面が当たれてるか分かんないけど、そう、前面なの。で極端に言うと両方働いてるんだけれど、普通でしたら、例えばこう普通でしたらこれは背面、今分かりますよね、こうやってこうグッて、うんうん、極端だね。で、これをこういうふうにこうやったら、これが前面なんですよ、うん、このなくなるこの感じが。そうするとゆっくりでもこう相手をコントロールすることができる。合気道でもだいぶ使えそうな。ぜひ使ってください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあバイバイ、バイバイ。